はい、今日買ってきたのがこの豚肉ともやしなんですけど、この2つを使って、そうですね、なんか茹でたもやしと肉と、まあね、茹でるだけなんですけど、多分誰でも作れるし簡単だと思いますが、初めての料理ということで、まあ筋肉とかなんかそういうのによくダイエットにもなるのかなと節約しつつ、作っていきたいなと俺動画慣れしてないんだけど、どうしよう。やることなくない？どうすればいいんだ、これは。何しよう。暇だよね。だってこれさ、豚肉とさ、茹でてさ、あの野菜を割りでしょ。他なんか使う？この後あのポン酢ぶっかけたら終わりじゃね？ねえ。あれ終わりだ。あ、終わりだ、どうしよう。なんか遅えなと思ってたんですけど、ずっと弱火でやらかしたな。今火を強くしました。マジでね、料理しないからこういうのも気づかないんですよね。ちゃんと沸騰してきた。いいんじゃない、もやしって感じ。もやしって感じでいいんじゃないかな。このスープもったいないよな。なんかに使いたい。あ、豚肉もこのままやっちまうか。一から沸かすんじゃなくて、これもこのまま使いたいから、これをあの箸でどかそう。湯切りをしよう。キャンプだほい。はい、もやし使ったやつがね、もったいないので、このままあの豚肉を全部突っ込みました。アクが出ちゃうので先にあのもやしからやったんですけど、いい感じにね、しゃぶしゃぶ感が出てきましたね。これしゃぶしゃぶだと思ってください、皆さんは。はい、結構量多いな。2日分ぐらい食べれそうですね。笑い事じゃないか。アクがすげえや。そう。普通に美味しそう。僕は頭が良くなりました。これに入れて食べれば食べやすいんじゃないかなって。天才ですね。いただきます。